トゥルーラブストーリーサマーデイズ&ゲット21回目、現在クリア回数8回。おお、なかなかやっとりますね。あなたの名字を入力して、今回からは有森さんルートですよ。あなたの名前を入力して、有森さんはね、本当になんていうか日の打ちどころがない、ハイパー美少女っていうね、学園のマドンナ。あー、どのパラメーターがいいのかな。秀才はでもあれ、過去やったことあったっけ。いや、前ガリベンはあったのか。秀才ちょっと、あー、でもそうだね、割とやりやすいパラメーターではありますね。まだ彼女がどんな人なのか分かんないんで、ちょっと割とこの辺秀才言っておこうかな。さて、有森さんと過ごす夏始まっちゃいます。最初の行動、確かね、これ動画にはしてなかったんですけども、放課後の図書室で会えたんだよね。それで行ってみようかと。多分その放課後の図書室で会うっていうのが、あのルリネーに紹介されるパターンの有森さんルートなんじゃないかなと。あ、篠坂さん、そうだから、その篠坂さんルートの時に図書室によく行ってたら、結構図書室にですねいたんだよね、有森さん。だから今回は図書室を中心に回っていくのがいいんじゃないかなと。あとは普通に第二校舎かな、3年生校舎がある第二校舎。そっか、唯一の先輩キャラ、あ、ルリネがいるか。いや、楽しみだな。放課後の図書室、たまには本でも読むかな。あ、このイベントじゃないかな。どれにしよう。イベントだ、面白そうなものを片っ端から秀才のやることじゃねえな。これと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 、これだけあれば面白い本が一冊くらい。さて、あら、落としたわよ。来ましたね、この加賀津由美さんボイスは間違いない。ほら、この美少女っぷりを、有森さん、憧れの先輩が目の前に。どうしよう、ずいぶんたくさん読むのね。あ、大丈夫です、自分で拾います。いや、ドキドキしちゃうね。大丈夫、もう拾い終わるから。黒髪清楚美少女っていう感じ、はい、気をつけてね。これは学園のマドンナだわ。ありがとうございます。憧れの有森ひとみさんがこんな目間近に。大丈夫？ありがとうございます。もうダメだ、童貞感丸出しですね。いや、もうしょうがないよ、この人前にしちゃったら。有森さんってやっぱり綺麗だ。それじゃあね。美人な先輩と恋できんのか。僕は伊助大輔です。くどい名前でごめんなさい。有森さんと同じクラスに僕の姉が。ルリネを出しに使って。ルリちゃん、はい。へえ、あなたがそうなんだ。ルリちゃんにそっくりね。そっくり、ああ、それはどうなんだろう、褒め言葉なのかどうなのか。そうですか、あの、姉とは仲がいいんでしょうか。ええ、大切なお友達よ。タイプ結構違うんだけどね、ルリネと有森さん。そうだったんですか。弟さんと話をしたこと、ルリちゃんに話さなくっちゃ。おお、それじゃあね。姉の友達の先輩、そんなお方と恋をするこの夏。どうなるのかな。最初の目標は、有森さんと屋上か図書室か中庭で会おう。でもね、屋上にも結構いたんだよね。屋上にもいたし、図書室にもいるし、いや、今までプレイしてきて、結構有森さんっていろんな場所に出てくるから、いろいろ行ってみるのがいいかもしれないな。お、図書室にいた。この BGM がまたいいですよね。あ、ルリちゃんの弟さんの。癒し効果が半端じゃないな。
あ、名前覚えられてないまだ。大輔です。ちょっといいですか。ごめんなさい、ちょっと用事があって。いや、まあまだまだ最初はな。最初は仕方ないな。また今度ね。うん、どうやってお近づきに。ルリ兄がなんとかこう間に入ってくれたらいいんだけどな。あ、目標達成です。今日の目標、あ、聖太郎か。教室で女の子の噂話。これそうだね、有森さんのお話をしてくれるっていうイベントありましたね。うん、よし、じゃあ。いやでもいろいろ噂、いろんな話されてそうだな、有森さん。あれだけ美人な子だからな。キリアさん、いやこの子も本当に可愛かった。前回までのね、キリアさんルートすごい良かったんだよな。この子本当自転車好きだから。教室です。あ、右に田中さんがいますね。田中さんか佐藤さんか、呼んだか分かりませんが。聖太郎、ちょっと聞いていいかい。いいとも、なんなりと。うん、3年の有森っていう美人の先輩がいるだろう。恋人にしたい女性とナンバーワンの有森ひとみ様だな。さすが、さすがひとみ様だよね。誰もが羨む美貌を持ちながら、わかるわ。まるで飾らぬ気さくな性格。うん、すごい、いい人そう。成績よし、運動神経よし、家柄よし、家柄も。そして何より殺伐とした学校生活を癒すあの笑顔。うん、陰で恋焦がれる男は数知れぬが、美人の宿命、なかなか言い寄る男が現れない。あ、高嶺の花な感じなんだね。さすが詳しいね。しかし熱いね。俺から言えることはたった一つ。何ですか。彼女は最高の被写体ということだ。まあやっぱそれだけ素晴らしい人ってことで。そんなあの子が俺に惚れる理由がねえ。絶望的なんだけど、これ大丈夫なのかな。恋できんのかな。今日の目標、あ、これも聖太郎か。放課後の教室でブラブラしていると。このイベントってさ、これひなちゃんの時にあった謎のあのイベントだと思うんだけど。あ、有森さん、ひとみ様、おはようございます。あ、おはよう。いや、朝から会えて嬉しい。よし、とりあえず放課後の教室だな。放課後。何やってんだ。聖太郎、別に何も。ならパソコン室へ行かないか。出た。パソコン室。ネットサーフィンかい。ああ、このイベント、これネットのお宝を探す限り。やっぱり有森さんルートの話なんだね。だとするとこれはでもいいぞ、面白い展開になりそうだぞ。君はあっちな。あ、わかった。ネットサーフィン別々にやるのかい。俺と君じゃ趣味が違いすぎるからな。あ、でもこれ2002年とかでしたっけ、このゲームって。何かいいお宝画像を見つけたら教えろよ。電車男とかが流行り出した時ってそれぐらいだったっけ。もうちょい先だったかな。どうだったかな。でもだいぶインターネットも一般家庭に普及してた頃ですよね。さて、何のページを見るか。これか。まあどれを選んでもいいとは思うんだけど、やっぱハードロック。いや、お笑いタレントとかにしてみようかな。あえて有森さんがお笑い、いや、わかんないよ、誰だかわかんないけど、まだお笑いタレントにしよう。検索サイトで検索。このサイトがアクセス多そうだ。良さそうなサイトだ。見やすいし、まめに更新している。人も集まっているみたいだ。うん、好きなお笑いコンビとかいるのかな、あの子は。まあ俺はジャルジャルが好きなんだけど。いや、でも有森さんがジャルジャルファンだったら俺ちょっとなんか引くわ。そういうタイプじゃないじゃんみたいな。いや、まあそれもギャップかな。お、この人は面白いことを書き込んでいる。あれ、この書き込みもさっきと同じ人だ。このミミさんっていう人、あんまり書き込んでいないけど漢字型が僕と似ている。ミミさん、
書き込みの感じからすると女の人だ。またミミさんの書き込みだ。ミミさんめっちゃ書いてる。私と同じように感じる人気軽にメールくださいね。ただ私は PHS なのでメールは短めにお願いしますね。もうこれ可愛すぎるだろう。ミミさんは PHS なのか。それで書き込みが少ないんだ。気軽にメールくださいか。なんかいいページ見つかったか。うーん、そっか。だからあの一番最初に話してたひなちゃんの時に言ってたあの予想が意外と当たってたんじゃない。有森ひとみみちゃんなんじゃないのかなというですね。家に帰ってきました。そうだ、昼間メモしたこのアドレス、みみさんどんな人なんだろう。メール送っちゃうよな今回はな。いや、こうしてなんかわからない人とメールのやり取りでするっていうのはトゥルーラブストーリーでも初めてだからドキドキだな。メールしちゃう。よし、思い切ってメールを出すぞ。ミミさん、僕はミミさんとは逆にパソコンしか持っていませんけど、よかったら僕とメールしてください。大丈夫か、こんな返信来るか。こっちのハンドルネームは何にしようか。カズ。なんでカズなんだろう。カズ、カス野郎ってことかな。カズ、カズとミミさん、これでやり取りできんのかな。返事来るかな。ドキドキするね、こういうのね。マッチングアプリみたいになってる、なってない。いや、わかんないけど。いやー、こんなんも楽しいな。お、下校イベント来た。有森さん、いやー、でもまだ一緒に無理じゃないのかな。有森さん、誘えるは誘える、一緒に帰りませんか。どうでしょう、一緒に。ダメそう。ごめんね、だよね、ちょっと用事があるから。いやー、やっぱこの人、いやでもそうだよな、いい人なんだろうけど、さよなら。誘うまでは大変そうなんだよな。さよなら。いやでもこの人と一緒に肩を並べて下校だなんてね、本当に他の男子たちからいじめられんじゃないのか。石投げつけられんじゃないのかな。よし、家帰ってきた、メールしよう。ミミさんから返事が来てる。やった。どんな感じ。かわいすぎるわあの子。メールありがとう、こちらこそよろしくです。これはなんかいいな、この顔文字の感じとか。これを有森さんが打ってると思うとめちゃくちゃ可愛いですね。やった、 OK の返事だ。早速返信をしよう。おお、あ、やっぱお笑いが好きだから。この間深夜番組を見ていたら若手2人組の代田橋2丁目が新ネタを披露していました。自分で首を絞めてもう行かせてだって。結局いい役だな。それ大丈夫、そんなもう行かせてで有森さん笑う。これ大丈夫。ちょっとあの子、いやでもそれがそのコンビが好きなのかな。代田橋2丁目ちょっとメール楽しいな。今日の目標、あ、なんだこれ、理科室で偶然に。理科室、また珍しい場所にいるのね。よし、行くよ。さて、理科室、教科書を置き忘れるとは我ながら間抜けだ。座っていた席はこんにちは。あら、いるじゃない有森さん。あら、有森ちゃん、どうかしたの。あ、はい、教科書忘れちゃって。気をつけてね。もう緊張しちゃってんじゃん、話すのが。あ、はい。年上だから緊張しないで。こっちが緊張してきちゃう。すいません。ほらもう謝っちゃダメよ。いやでもほんのちょっと、私が早く生まれただけなんだから。ああ、は、はい。それじゃあまたね。いい人だな。はい。こんなに清楚でなんか美人な子、有森さんっていい人だな。
緊張しちゃうのは年上だからってわけじゃないんだけどね。美人すぎるんだよ、美しすぎるんだよこの子は。ただ代田橋2丁目が好きなんでしょ。学校が終わり家に帰ってきましたよ。よし、じゃあ今日もメールがない。あれ、今日メールなし。学校であったからかな、かもしんない。毎日メールできるわけじゃないんだ。へえ。じゃあ次は、今日の目標が、あ、目標何も出てない、何にも出てない日。じゃあ今日は家に帰ったらきっとメールできるはず。家に帰ってきました。あー、メール来てる。メール、どうどうどう、ミミさんから来てるよ。うわー、体張ったギャグですね。代田橋2丁目は時々ブラックですよね。ほうほうほう、でも意外と食いついてる。どうなのかな、この感じ。この間の返事気に入ってもらえたみたいだ。すごく盛り上がっている。すごく、そうでもないんじゃないかな。じゃあもっと面白いネタを。え秋の番組改編でついに代田橋2丁目がゴールデンに進出するみたい。すげえじゃん代田橋。と言っても街の小ネタを拾うレポーターとしてですが、もっと人気出るといいな。どんなコンビなのか見てみたいわ、代田橋2丁目。売れなそうなコンビ名なんだけどな。オンエアバトルとか出てんのかな。オンエアされなそう。さて今日も学校で数回有森さんに会って会話をしてたら、今日もメールが来ているよ。ミミさんから返信が来ている。どれどれ、返事早いな、こんなにすぐ来るなんて。なんかいいね、PHS 使って返事してくれてる感じ。これかわいいな。祝代田橋2丁目ゴールデン進出、一緒に応援しようね。カズさんって情報早いね、学生なの、私高3、年が近いと嬉しいな。なんかなんだろうな、この誰も知らない有森さんの秘密を自分だけが握っているというようなこの背徳感。まさか代田橋でつながれるとは。ミミさんって高3だったのか、年上なんだ。そうだ、年上の女性と仲良くなるにはどうすればいいのか尋ねてみよう。ほう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 、いきなり趣味ネタは外れちゃうのはまずいかな。まあ大丈夫か。僕は高2です、一つ年下ですね。年上の女性っていいですよね。というのも僕は高校に憧れの先輩がいます。どうすれば仲良くなれるのかな。ちょっとこんなアホみたいな絵文字使って大丈夫。いやー、そっか、それをミミさんに相談する。あ、これちょっと返事楽しみだね。お、下校イベント来た、有森さん、ひょっとしたらこれ一緒に行けるんじゃないのか。今帰りですか。ええ、そうよ。先輩、先輩、一緒に帰りませんか。どうだろうこれ。え、一緒に、ダメそう、ダメそう、ダメだった、ちょっと用事があるから。やっぱダメか。そうですか、それじゃあね、さよなら。そっか、まだ誘う中にはなってない。いやだから代田橋2丁目が好きなこと言おうよ。それで、あの、絶対食いつくからこの子は。いやー難しいですね。え、ただ今日は家帰ったらそうだけどメール来てると思うんですよ。篠坂さん気をつけて帰ってね。さよなら。さよなら。さあ家に帰って、わあ来てる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 、もう毎日の日課だなこれは。幸せな日々だね。年が近くてラッキー。でも憧れの人がいるのか、残念残念。え、その人と仲良くなりたいなら誘わなきゃ。私だったら年の差なんか気にしないな。なんかいろんなギャップ詰まってんな。最後の中カタカナなのが可愛いわ。わざわざ自分でカタカナに変換してるんでしょあの子。残念ってでもどういうこと。思い切って誘わなきゃダメか。まあそうだよな。サンキューミミさん、誘ってみます。ところでこんなの知ってます、大御所漫才コンビ
ヤッシー・キヨッシーの往年の漫才が DVD 全3巻で出てますよ。あの頃の漫才はまさに和芸ですよね。そんな古いネタ通じるのかな。今の若手のコンビが好きとかそういう感じじゃないの。有森さんってどうなんだろう、生粋のお笑いファンなのかな。いやでもその残念っていう一言はすごい気になるぞ。ミミさんちょっとカズくんに心を来てる。ああ今日の目標昼食に誘う。マジか、昼誘うか。勇気を出して行ってみるか。昼休み第二校舎に来ましたよ。3年の教室ってなぜか緊張する。どうかルリ姉に見つかれませんように。そうだよね、同じクラスにいるんだもんね。危ねえ危ねえ。有森さんは何してるの。おお出てきた。これ誘うの緊張するよ。 どうしたの、そんなにびっくりして。ああその有森さんを呼び出そうとしていたから。私を、何かご用。はい、その、はい、頑張れカズくん頑張れ。その昼食なんですけど、もしまただったら僕と一緒に食べませんか。思い切って言ったよ。ダメでしょうか。うん、うん、喜んで。おおすげえじゃん。本当ですか、やったー。大げさね。いやこれは快挙ですよ。行きましょう。はい、やったじゃん。これ結構混んでるのね。男子たちみんな見てくるぞこれ。そうですね、一時をもあればすくんですけどね。そうなんだ。いつもお弁当作ってきてるから、食堂のことってよく知らないの。なんかそば食ってる。可愛らしいな。作ってきてるって、有森さんいつも自分で作っているんですか。ええ、だいたいね。料理もできる。でも今週は勉強が忙しくて、それどころじゃないの。勉強が、そうか、受験生ですもんね。3年生だもんね。そんなに猛勉強してるわけじゃないのよ。今週はたまたまね。そうなんですか。有森さんの作るお弁当ってきっと美味しいんでしょうね。ぜひ食べてみたいね。はい。悪くてがっかりするかもしれないけど。いや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 、そんなわけありませんよ。それはどうかしら。いやでもこの子やっぱなんかいいな。ほんと楽しい時間。羨ましそうな男どもの視線が刺さってちょっと怖かった。そうだよ、みんな見てくるよ。いやでもやった、目標達成。一緒にお昼食べたぞ。お、下校イベント。しかもなんか有森さんの方から声をかけて。今帰りなの。リアクション変わったね。そうです、有森さんもですか。え、そうよ。あ、いけそう。これは一緒に帰りませんか。え、いいわよ。やった。これは嬉しい。よし、下校イベントちょっと寄り道したいな。パラメーターは言うほど悪くない。おお。この美人な先輩と。ルリちゃんの弟さんと一緒に帰るなんてなんだか不思議ね。ねえ、なんかこっちも不思議ですよ。そうですか。だってちっとも想像してなかったから。うん、どの辺がいいのか。イベント会話はなしか。やっぱ面白い話はこれは取っておきたいですよね。うん、まあやっぱ世間話からいきますか。この間。え、そうなの。すごくいいわね。すごくいい、入りましたね。勉強の話も高いですね。これ言っときましょう、勉強の話。有森さんって1日何時間ぐらい勉強しているんですか。1時間ぐらいかな。1時間か。それだけで、ね、あのトップクラスの成績を。成績のことは気にしてないのよ。たまたまテストの点が高いだけ。すごいな、天才なんだな。本の話もいいか。そっか、これ図書室によくいるもん。本好きだよね。この間読んだ本でこれはグイッといくでしょう。そうなの、すごくいいわね。ほら入った、とてもいい感じ。
この辺将来の話か。食べ物の話は外さないかな。言っとこうか。食べ物の話、この間食べたんですけど、お弁当食べたいな。すごくいいわね。お、ここも入った。結構いいペースですね。で、将来の話レベル4行ってみましょうか。将来のことなんですが、もう今回に関しては俺お笑い芸人になればいいんじゃないの。あ、でもダメだダメだ、気づかなかった滑った、これダメなんだ。あ、じゃあ面白い話行こう。代田橋2丁目のライブ見に行きませんか。そうなの。代田橋が熱い、すごくいいわね。ほら食いついた。あ、でも上がり方がいまいちだな。マックスに持っていくのは友達の話とか。友達が、そうなんだ、よかったわね。ママか。で、相手の話。有森さんって、え、そうなの、すごくいいわね。とてもいい感じで、ここで誘う。いやー、ちょっとゲージ足りなかったな。誘う。ちょっと微妙なラインなんですが、よかったら寄り道していきませんか。いいわよ。お、行きましょう。え、本当に行ける、行けますか。やった。あ、ほらもう。いつもそうやって俺をぬか喜びさせるんだから。みんな、うちで大事な用事があるんだったわ。ぬか喜びパターンか。惜しかったです ね、 ごめんね。途中で将来の話しなきゃよかった。今度は必ず行くから。うん、わかりました。またね。めげない、しょげない、泣いちゃダメ。いや、でもこうやって一緒に肩を並べて下校できただけで本当光栄でございます。ありがとうございました。メールは、メール来てないな。メールしたいな。ミミさん気になるな。今日の目標、お、なんだこれ、中庭でブラブラと。中庭か。うん、中庭行きましょう。じゃあ、わ、ここにいたのね。中庭、昼休みです。現在有森さん探したのよ。教室へ行ったらもういなくて。なぜ探されてる。すいません。謝らないで。はは、すいません。もうダメダメなやつだな。お昼もう食べちゃった。え、これもしかして。まだです。よかった。じゃあ、はい、一緒に食べない。マジで。あなたの分も作ってきたの。すごい。え、手作りのお弁当、本当ですか。ありがとうございます。と、まずくてがっかりよ。いやいや、それ言うけどさ。あ、すげえいいじゃん。うまそうって、めっちゃしっかりしてる感じのお弁当。じゃあいただきます。はい、どうぞ。鮭の切り身には骨があるから気をつけてね。そうだね、パクリ。うまい。さすが有森さん、こんなに幸せでいいのだろうか。本当にね、この学校生活幸せすぎるだろう。男の子用に濃いめに味付けしたんだけど、どう？めっちゃよくできた。奥さんだね。死んじゃいそうです。すごく美味しそう、美味しいです。こんなに美味しいの初めてです。だからここでさ、もう行かせてーっていう大魂のギャグをやるっていうのがいいと思うんだけど、死んじゃいそう。死んじゃいそうですがいいんじゃない。だから死んじゃいそうです。ごめんね、味付け間違えたかしら。あ、いや、そういう意味じゃないよ。うん、すっごく美味しいってことです。そうなの、なんだ。ちょっと惹かれてんじゃん。料理上手なんですね。ありがとう。上手かどうかはわからないけど、料理って楽しいのよ。最近の料理の本って写真が綺麗でレシピも詳しくなってるのよ。100点満点の女の子だな。そうなんですか。丁寧に落ち着いて作れば誰でもちゃんと美味しく作れるのよ。
そうですね。こうして有森さんとお弁当を一緒に食べた。これもうほんと他の男子から刺されるわもう行かせてってなっちゃうね、これね。そんな感じで今回はこの辺でお別れのお時間でございます。いやー、有森さん本当にこの男子の理想像のようなね、女の子ですよね。はい、座って座って。さあ、有森さんの現在の好感度こんな感じ、はい、こんな感じね。お、こんなに進んだか。おお、がっつり来てる。いや、でもどうなんだろうな、恋心っていう意味では、むしろ俺よりカズに惚れてるんじゃないかっていう疑惑もあるんだけどな。いや、憧れの先輩と過ごす夏、これまだまだ盛り上がっていきますよ。今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回ももう行かせてー。